山中小村に設置された UTY の情報カメラの映像ですこちらが紫金山アトラス彗星昨日午後6時頃から50分間に富士山の山裾に沈んでいく様子をカメラが捉えましたこの彗星は県内の各地で撮影されています 国立天文台によりますと、彗星は西の空の見通しが良く、周りに明かりがない暗い場所から肉眼で見えるチャンスもあるということです。彗星は今後、太陽からも地球からも遠ざかるため、見えるのは今週いっぱいまでとされ、今月19日に甲府市の県立科学館で鑑賞会が行われます。